やハロー、こんばんは。はい、ただいま8月24日火曜17時25分です。はい、今日はうちの母休みですけども、コインランドリーに今出てきましたんで、ね、さあこの隙にキルラキルの22話見ていきたいと思います。今日これ100均で揃えてきました。はい、ではですね、自己紹介。はい、僕はマジライド芸人ハマーと言います。瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く、世界唯一の技の持ち主。テレビには25回ほど出ております。この本の著者でもあり、現在40歳、芸歴は15年目、マジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。でやればできる、諦めない、これを伝えたくて主に子供たちの前でショーをしてますけれども、現在コロナの影響で、イベントがなく1年半ほど貯金切り崩しで生活してます。なのでめっちゃ節約してます。ずっと家にいます。はい、その間にアニメにハマって、約1年5ヶ月で、およそ410作品超えのアニメ見てきまして、気づけばアニメリアク職人となるリアクターやってますが、リアクターとしてはでかいハンデがあってですね、もともとここは僕が一人暮らしをしてたワンルームの家なんですが、2017年の9月ですね、東京に住んでたうちのおかんにいろいろあって向こうで住めなくなって、一人暮らしも困難になったためうちに来ました。まあ独身なんでね。で、約束としては、まあ僕は世帯主なんで、家賃、光熱費、更新料などは僕が払う。その代わり食費、その他は払ってくるという約束のもと、ほぼ折半ですけど、母はうちに住んでます。なので、こうやって家にいてない時しか声を出して撮影できません。夜、すぐそこで寝てるんで、声がまともに出せへん。はい、そんな状況ですけども、やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に子供たちの前でね、まあ、やればできる、諦めない、伝えたくて、会社員辞めてパフォーマーになりましたんで、今アニメリアクターをマジで真剣にやってますから、それをね、皆さんに感じ取っていただけるように気合と根性と工夫を凝らしてアニメ見てます。はい、よかったら応援してやってください。お願いいたします。あと概要欄にですね、僕の詳しいこと書いてます。どちらかというとそっちを見ていただきたいので、いずれね、生で大道芸見ていただける日を夢見てですね、頑張ってます。はい、SNS 各種 PV ホームページ載っけてます。子供たちのね、喜ぶ姿と、あとは僕の世界唯一の技をぜひ見てください。お願いします。お願いしますってなんや。はい、それでは行きましょう、母の犬間に。はい、では、D アニメストアでですね、行きたいと思います。はい、ではキルラキルの第22話ですね、行きましょう。3、2、1、スタート。いやーすごいですね、この血まみれ。これどうやってハリミヌイ倒すのこれ。ほんまや。そうか。わっ、おうおう、素晴らしいぞ先決。おお、いいね、サツキがうんって言ってた。おお、これは唇を熱く君を語れ。あ、今日100均で見つけたこの三脚にし、前まで使ってた DVD 貼り付けて、これちょうどでした、買ってきたら。このプチプチの袋ちょうど。ちょっと何人かの方見たら、鏡の前にね、すりガラス置いたりとかしてはるって、それでやってはるんで、ちょっとそれ真似してみました。で、あとは何を見てるかちょっと書いとこう思って、ホワイトボードとこのイーゼルもこうやってきました。まあ、ちょっと分かりやすくなったんじゃないかなと。で、その中にこいつなくしました。この A パートとか B パートとかね、これなくしました。まあ、一応これやったら大丈夫かなと思うんですけどね、もうほぼ分からへんでしょこれ。さあ、ということでキルラキルも残り3話ですよ。21話の最後は痺れましたね。もう全身に縫われた生命、繊維ですか、あれ
ね、自分でブチブチブチ生きてね、もう自分の血のシャワーを浴びる。輸血しても死ぬレベルですよ、あれは。もうちょっとこっちかな。もうちょっとだけこうかな。さあ、では22話です。とりあえず、ハリメヌイどうやって倒すのこれ。しかも、ハサミ2本持たれたな。これ、純血か。おお、おえ、めっちゃ強いやん。あ、そうか、サツキとマコも来たもんね。おお、鮮血が泣いた。鮮血かわいい。いいね、友達か何かわけのわからんて、いいねこれ。お、ハサミ両方取ったやん。おお、2本とも。え、おお、なん、わ、最悪や。お、来た。おおおお、腕落とした。おおおお、生命線ごと切った。おおおおおお、すげえ。そうか、それがハサミなんでね。そうか、わ、カバーズ。あ、ホーマルや。あー、ハリメが解消された。しぶといなあ。れ、シップできへんの。ああ、そうか。
あ、なるほどね。おお、9イニングが9本。9連式9球9名9イニング9ばっかりや。ん？あ、函館おみこやん。あ、袋田高春。あれ、満館食系衛生兵なんや今。いや、ほほまる。そう、神羅高月。神羅高潔。何これ、巨大ロボみたいなもん。この神羅高潔って何なんやろ。純潔ズタボラやね。一発殴らせろか。ほう、殴らせんの？ほんま泣くのかこれ。お、ガマゴーリが。サナギヤマ。へこんでるぞここ。ほほ。ほんまやな。おお、かっこいいな、ガマゴリ。おお。忠誠心がすごいね。
おーおおおわけわからん連中にね。うん、あら、満館食券のコロッケと一緒やね。うわうわ、さつきが頭裂けた。これ感動的やな。おお、わあ、いいね、マコがこうやってる。うわ、サツキの頭下げやばい。あ、これ、あ、コロッケ来たよ。まさかなんだかよくわからんものがここに、ね、響いてくるとはな。あら、いいな、これは。おお、揃いのお茶が全員に揃いましたな。やつでラ行？ああ。なんか眉星高単価。まぬい口でやっとるやん。スルー。おお、極性服もつくのね。お、三つ星。あつらえの層。松種の眉星。あ、カバーズが追いつくすんや。はあ。
ほんな地球が爆発すんねやん。はあ。こんにゃく問答。ラギョおるね。ほう。なこれ。おお。わ。三木月さん。さん付けであなた。お姉様って言われて赤面してるね。うわ、鮮血が泣いてる。ついに姉妹がタッグを組んで。いいな、この二分割の。純血疾風やんの？あ、旋風、純血旋風、お、飛んだ。おお。すごいね、サツキ。やるね、純血。なんか出てきたぞ。なこれ。でっかいカバーズ。うわ。でっか。なこれ。ぬいか。え？お、マコや、マコ。お、お、喧嘩部部長。おおか、マジか、マコが。ちょっとこれ胸熱すぎるやろ、この22話。やばいやばいやばい。
これ凄まじいな、22は。マコまで、え、あれカムイ切るってことやね。マコまで。いつ作ったんや。あの、今回の一番の見どころも、サツキの頭下げたシーンね。たまらんな。サツキ頭下げシーンはやべえ。で、ね、あれはソロイかな、お姉様を、サツキお姉様をよろしく頼みますって、このインカムで赤面者リュウコね、やべえ。あともう四天王がいかにあのサツキに忠誠を誓ってるかよう分かりましたね。で、そのわけのわからないもの、マコと鮮血のこと、わけのわからないものと、まあ、表現したことがね、四天王たちにも重なり、まさかのあのコロッケに重なってくるとはね、感動しました。はい、では次回予告です。ああ、そうか、してんのも。イミテーションゴールド。はい。ということで、まあ今回からちょっとあの、新たな装いで、こんなものを用意しましたんでね。何のアニメ見てるかとか、まあ一応このプチプチで、ちゃんとは見えへんかなとは思いますけども。いやー、これは胸熱展開。最後、まさかマコが、あれカムイかな来てたん。カムイ。あ、違う、極星服か。着てんのはカムイじゃなくて。カムイは 100% やから、カムイなわけがない。極星服ね。いやー、これは熱いな。熱すぎますね。あと、三木杉にさん付けとあなた呼ばわりね、するサツキが。どう言うたんやろ。ずっと上にいたのにね、ついにみんなと同じところの、なんて言ったんやろ。あの、北斗の剣のラオウが国王から降りたみたいな感覚。全然ちゃうな。全然ちゃうな。うん、まあとにかく胸熱展開でしたね。うん、にしても針目縫いはもうしつこいな。両腕落とされたのに、あれ何だろう、肩立ちバサミが両方揃ったからその生命繊維ごと切れたんかな。ちょっとそこが分からんかったんですけど、肩立ちバサミでね貫かれようが、あの針目縫い生きてたから、ちょっとだけちょっとそこが分からんかったですけどね。まあそんなことはもうどうでもいいぐらい胸熱展開でした。はい。ということで、22話でした。どうも、ありがとうございました。よかったらですね、高評価とか、チャンネル登録などなど、よろしくお願いいたします。はい。以上、マジ大冒険に浜でした。それでは。